さっきまで全然緊張してないとか余裕こいてたんですけど、ちょっと緊張してきました。もう S を描くような感じで、おでこの前通って、胸通って、腰、初めらへんはなんかちゃんと覚えられてたんですけど、集中力が切れて途中から全然覚えられなくなったんで、集中力からつけていこうと思いました。なんか同じような振り付けになってきて、ややこしくて分からなくなりました。どこに書く系なの、しかも下の方に書く系がいいの、声が曲に負けてる、まあ、聞いてるだけなんですけど、みんな考えてるけど、そんなグループの一人一人の意識が高まることで団結力とかも上がると思うし、多分夜もみんなで練習してレベルを少しでも上げられるようにして、の4グループの中で一番になれるようにしたいです。演技とか正直したくないと思ってたんですけど、やってみたら意外と楽しくて、自分的に楽しめたんで良かったです。そんなまだ会ってる回数とかも少なくて、まあ仲はいいんですけど、そこまで喋ったことない子とかもいて、その中でグループにしてくれたことですごい距離が縮まって、みんな仲良く、でも協力するとこは協力して注意し合って団結することができたんで、その自分のことだけ考えずに協力できる力がみんなついたと思います。来る時も帰る時も楽しいことは楽しいんですけど、なんかもっとほんまに真剣に気合い入れてやらんかったら、ほんま絶対落ちるなって絶対思ってるんで、毎日練習します。